こんにちは、竹原です。今日は2020年の大阪大学の問題にチャレンジしてもらおうというふうに思います。森田先生が全体の公表はね出していたので、まずそれはご覧になってください。で、今回のこの問題は、長文中の、一部を皆さんに解説しますから、まあ、とりあえずこのね問題全体を読んで、しっかり和訳をしてほしいかなというふうに思ってます。じゃあ早速チャレンジしてください。どうぞ。はい、じゃあ解説しますね。この文章は、一定の方向に注意を向けるかそうじゃないかと、まあ要は俺たちが物を見るときに何かに集中して、ね、注意を払うときと、なんとなくこう物を見るときがあると、まあ、そういう文の中で、これ和訳できるかって話だったんですね。で、個人的にこの反対の和訳ってね、君たちどうやってチャレンジしてるかというと、まあこの B の問題のようにもう全文に下線の、が引かれていない、要は一部だけに引かれているものもこれ必ず初めから最後まで読んだ方がいいですよ。あの反対の和訳っていうのはそもそも何が言いたいかってことを解釈できるかというのと、それを適切に表現できるかっていうね、この2つ結構高いんですね、レベルが。ですからまず何が言いたいかってことをちゃんと掴んでいない限りは綺麗な訳なんか出せません。要はこの文章のね、まあ directed attention だったかな、まあ出てきましたが、なんて訳そうかなっていきなり単語を見て訳そうとした人、それはまあ例えば反対や兄弟で下線部だけを和訳しようとしてるのと同じね。そもそも全体の文の主張があって、その一部として和訳が引かれてるわけですから、まず言いたいことは必ず取った上で和訳というのは出てくるもんだというふうに思ってください。はい、じゃあそのね、まあ問題を今からねちょっと解説しますが、見ていきましょう。前半は簡単です。これまあ文の途中なんですが、一応大文字にしてます。俺たちの脳は完全に捧げられていると、目の前の作業にね、これは簡単です。まあ要は俺たちは物をね、こうやって集中して見るとき、脳は目の前の作業に完全に捧げられていると。問題ないでしょ。で、ポイントはここなんですね。この ING が一応予備校で割れていたということで、これを僕なりの解釈でいこうという話で、ここ、この ING は一応こっからこういうね一つの塊を作っているんですが、一応これね入試ではよく出るパターンですから少し書いておきましょうか。そもそも SVO コンマ ING、 はい、ちょっとね分かりやすく SVO にしています。別にこれが大難文型でも構わないんですが、一応この形だと思ってください。まあこのように文が来て後ろに ING が続くってことがあるんですが、これね一応さまざまな訳し方ができるんですね。まず一つ目はですね、あ、これこの ING って、まあ、言ったらあの何々するっていうもともと動詞から来てる形ですよね。だからあのこの動詞に対してどれが主語になるかっていうのが変わるんですよ。どういうことかというと、まず1点目がこれは S を主語、これはいわゆる分子構文ですね。ここの主語とここの主語が同じだから、まあ、消えてると。S は O を V して何々するというふうに訳し下す、これが一番まあ多いパターンですよね。ですが、実はねそれだけではありません。2つ目 O を主語、これは直前のこの名詞ね、こいつを主語として ING で補足しているんですよ。 S は O を V する、その O は何々なのだみたいな感じで、まあこれはだから直前の名詞を説明しているから、あのいわゆる分子なんですが、コンマがついているので分子の非正弦用法ってやつですね。はい、まあとりあえずこのように、ING で S を説明する、まあいわゆる分子構文と、まあ、O を説明する分子的な働きができると。であと1点あって、はい、文ね文を主語、つまりこの SVO 自体を全体を主語にして後ろに ING で説明を加えると。 S は O を V する、そのことが ING なのだ、ここにね meaning って意味するとか結構きます。 S は O を V する、それはこういうことを意味しますねという文を主語にして ING を続けることもできます。
まあ、あと1点は皆さんが慣用表現で覚えるジェネラリースピーキングとかね、まあ、そういった、まあ、独立分子構文とかもありますが、あれはまあ主語がもう本文に書いてないということで簡単でしょう。はい、とりあえずこれね、入試でよく出ますから、 SVOING という形は S を主語とする、 O を主語とする、文を主語とする、この3つはしっかりと押さえておいてください。さて、じゃあここから質問ね。どれが主語でしょうか。今回この requiring で、これ後ろ目的をね、私たちの一定の方向に向けた分割されないっていうのは、まあ簡単に言うと集中してると思ってください。まあ要は分割されてない注意ってことは集中した注意ね。俺たちの一定の方向に向けた集中した注意を要求してくるのは一体どれでしょうか。で、まず一つ目じゃあいきましょう。この our brains、 脳が集中することを求めてくる。これおかしくないですか。俺たちが何かを作業してるときに脳が別に集中を求めてきてんじゃなくて、むしろ脳に求められてるんですね。ある作業をしていて、その作業自体が脳に俺たちにね、集中しろよってしてくるわけだから、別に俺たちの脳みそが集中を要求してるわけではないというふうに俺は思うんですね。ですから1点目は違う。そして2点目、 O を主語、これですね、 The task at hand、 目の前の作業は集中することを求めてきますよね。でしょ、目の前の難しいパズルとか問題をやってたら俺たちに集中しろよっていうふうに求めてきますよね。これは OK と。そして3番、俺たちの脳が、作業に専念している。はい、その作業に専念しているというこのこと自体が、注意を求めてくる、ね、集中しろよって言ってくる。俺たちの脳が今ね、作業に専念しているこのこと自体が注意を要求してくる。ちょっとこれは日本語として違和感があるかなというふうに、一応俺がパッて読んだ段階では明らかにこれね、まあこの目的語の部分を説明している。だから俺たちの脳というのは目の前の作業に専念しているんだが、その作業というのはね、集中をした注意を求めてくるよねっていうね、説明をしたんだというふうに思ったんですね。はい、であともう一つ根拠があって、最終文あたりにですね、こういう表現がありますよね。これパターンからずーっといって、which call on とあります。あのね、これなんで着目したかというと、途中から conversely、というふうに来て、まあ対比が始まるんですよ。ここまでは俺たちが一定の方向に注意を向けることが書かれていて、そこから先は一定の方向に注意を向けない具体例が来てるんですね。で、ここ、こういういろんなものがあって、which、ね、だ雲を見たりとか太陽を見たりとか、これが一定の方向に別にね、注意を向けはしない。まあ、それをだから要求してくると。だから太陽を見たりとか空を見たりとかっていうのもは、別にね、一個の方に視点を向ける、注意を向けるってことは別に求めませんよね。で、これを見て何を思ったかって言ったら、こちらね、作業が数学をね、解くとか問題を解くという作業は集中力を求めてくるんだけど、空を見るとかそういったものは集中力を求めてこないっていう、まあ対比関係にもなってるということで、やはりあの和訳の部分ではここを主語として、ing が、ね、説明を加えているというふうに考えるのが自然じゃないかっていうふうに思ったんですね。はい、まあ、このようにですね、まあ、反対のまあ一応回答割れてましたが、まずこの今回出てきたポイントはよく使いますから、ちゃんと分かっておいてほしいかなというふうに思います。はい、そしてね、反対のこの和訳に限らず、下線部和訳とかはもう出てきた単語をつなぐだけで訳すっていうもんじゃない、ね、もうそもそも言いたいことが何かをしっかりと掴んで、その中で初めて各単語をどう訳すかね、そもそもどういう意味かを解釈し、それを的確な日本語で訳す、これは単純な作業じゃありません。特に関西では阪大と京大がここは高いレベルを求めてきますが、まあやることは別に変わんないので、まずしっかりと読んでいく力をね、皆さんつけてチャレンジしてみてください。以上です。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。